ご機嫌いかがでございましょうか。2022年4月23日土曜日、日本時間午前11時となりました。デモクラ TV 本会議、今日も始めたいと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。今日の司会は私川崎孝之でお送りいたしますが、まあつい2週間前まで私寒い寒いって言ってたのが、今日はですね汗かいてきましたよ。本当汗が冷えて今寒いぐらいですからね。本当こういう時ですから皆さん体調管理本当慎重になさっていただきたいと思うわけでありますが、それではですねもう今日はたっぷりちょっと議論の方時間を使おうと思いますんで、出演者の方のご紹介から参りましょう。まず最初、株式会社 IMA 代表取締役で元参議院議員の水野誠一さん、おはようございます。おはようございます。すっかり暖かくなりまして。そうですね、まあ、でもあまり気持ちの方は暖かくなってこないですね。冷えとしてますね。今日はよろしく、はい、よろしくお願いします。そしてジャーナリストの明智美希さん、おはようございます。こんにちは。後ほど演劇と映画の情報、それから編集工学機動隊ギア代表、慶応義塾大学講師の太田剛さん、おはようございます。屋上庭園が、もう春の仕込みの最中だという話だそうです。そうですね、私は農業人としてはでも今年やったらアブラムシが湧いて、なんかそういう傾向ってあるんですかね。よくわかんない梅が実が今いっぱいなってるんですけど、それがこう新しい枝がなんかもうガマの穂綿みたいにアブラムシで気の薬撒いたんだけど、まあ、それを目当てまたね何か鳥が飛んでくるというのがあるかもしれませんからね。はい、ありがとう、よろしくお願いします。そして文筆家の宍戸浩之さん、おはようございます。おはようございます。文筆家というこの3文字で、表せるものものすごくたくさんあるわけなんですが、はい、具体的にどんなことをなさっていらっしゃるかというのはちょっとどうぞ。大和言葉というですね、はい、日本の、まあ、ネイティブ言語の研究をずっと20年ほどやってるんですけども、この10年は祭祀本位主義ということで、祭祀本位主義、神社神道ですとか山伏とかですね、はい、古神道とかそういう祭祀をずっとやってきて、で主に空いてる時間は古典ばかり読んできたので、うん、あまりその現代政治やシャバの問題について発言する機会がなかったので、今日はかなり緊張してるんですけども。いいじゃないですか。そのポジションから望遠レンズでですね、広角でこう見ていただいてですね、はい、いろいろ、あとその手にお持ちのものをちょっとカメラによく見せていただきたいんですが、これが尺ですね。一の木という木で作られているものなんですけども、うん、まあ意義を正す時ですとか、はい、私はアンテナだと思ってるんですけど、まあ、木を触っていると安心するとこもあるのでちょうどご奉仕の後だったのでこちらに持ってきました。今日はどうぞよろしくお願いします。聖徳太子みたいな、あ、そう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 これで頭になんかこういうね、こういうUFO みたいなこういうのつけてね、はい、UFO みたいなの俺バカじゃないかな、本当に失礼しました。天皇が即位する時に、ね、はい、未だに岐阜県の位山の一位の木でこれ作って、はい、飛騨高山ですね。そうそう、だそれ使わないと即位できない。それじゃないといけないのね。そう、あるんですよ。さりげなく神道の奥義にあたる情報を早くも出していただいたという奇跡的な一日になりました。だから位山っていうぐらいだからなんか関係してるんでしょうね。で、あの辺両面宿儺伝説っていうのがすごいあって、なんかその辺がすごく怪しいんだけど、よくわからない部分もあるんで、ちょっとそれはまた別日で、収録してください。むしろ別番組をまた立ち上げてなんかそうですね、やってみたいですね。大事な話をされました今。はい、わかりました。まあその辺も含めてどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。それから、はい、こちら参りましょう。フラワータイムでございます。フラワータイムって。今日は道断ツツジでございますね。石川県の三市の奥田さんからいつもありがとうございます。道断ツツジは公園や庭に見られます。春には壺形の花を咲かせ、秋には紅葉が楽しめます、ということで、壺形の花、あ、なるほど、なんかぼんぼりというかランタンというかアンドというかね、この壺の中に虫入ってたりしないですか、太田先生。虫は入ってないですよね
だからこういう形で中に虫とか入りそう、ね、だから この季節にそういう可愛いあのスズランみたいな花が咲いて、うん、で秋に真っ赤に紅葉です。あ、そうだ、うん、だから2回楽しめる。スズランと本当に似てますね。そうですね、可愛い、あのよくこう垣根とかにするんですけどね。そうか、こういうのが今咲いてるんですね。いいですね、こういうのね。はい、奥田さんどうもありがとうございます。さあ、続いてはですね、はい、おなじみ、時事川柳を久留米のバサロヨカさんからいただいておりますが、あのバサロヨカさんの句もやはりあのウクライナロシアの話が多いですね。まあ、だからね、みんなもそのぐらい気になってるんでございます。今日はね、どれにしようかな。まあね、撃沈のモスクワ地震と負け惜しみって言った、まあ、モスクワを沈めちゃった。まあ、これだから戦艦を沈めたというと、ああよくある戦争の中の一シーンだなと思うけど、モスクワを沈めちゃったというところが問題なわけで、ね、相手の殴っちゃいけないところ殴っちゃったんじゃないのかみたい なんか、まあ、そんな話が、先週のほかとかでも出てきた。須藤さんがおっしゃってましたね、はい、というところで、まあ、だからね、あのとにかく戦争は早く、ね、やめていただきたいわけでございますが、もうこれはもう当事者が何とかするしかないわけで、我々はもうやめろやめろといくら言っても、ね、当事者がやめなきゃ、ね、やまんないんです、戦争っていうのはね。で、先週出演していただきました、須藤さん、もう火花の出るようないろんなコメントをしていただきましたが、それについて、このようにあのメールをいただいております、例えばその野田さん、それから、埼玉の淳さんからいただいておりますが、直接の質問の形になっておりますので、須藤さんにこれ、渡るようにあのいたしますので、ここでのご紹介はちょっとまた、またにしたいと思います。さあ、それでは、今日扱います項目6つご紹介したいと思います。よろしくございましょうか。はい、では行きましょう。まず最初が円安、このままでいいのか。なんかいい円安悪い円安というのがあるそうですね。2つ目、敵基地攻撃能力は反撃能力へと、まあ、ただの言い換えで済まないということなんでしょうか。3つ目、ウクライナ難民と入管あれこれ。入管、もうここのところいい話が一つもございませんが、そんな人たちにウクライナ難民任せて大丈夫なのかという話なんでございましょうかね。そして4つ目、神宮外苑再開発を考える。今日は神様好きの方がですねお見えになってますから、この辺の話あの盛り上がるんじゃないかと、期待しております。5つ目、新電力が苦境って、なんかね、こうはしごかけたけど、なんかあのそのはしごが崩れちゃうんじゃないかっていう、なんかそんな話みたいで、ちょっと、ね、気が気じゃないっていうのもあるんですが、6つ目、原発事故全て東電のせい、後ろにクエスチョンマークがついてるんですけど、せいという知り上がりで読みたいと思います。まあ、この3つの話題を今日はお送りするわけでございまして、さあそれからですね、ご紹介したいものがいくつかございます。まず最初、あの今日は、水野さんがお出になっておりますので、こちらの情報を一つご紹介したいと思いますが、女優木内緑特集という、これはあのシネマハウス大塚という東京の山手線大塚駅から、徒歩のところにございます、映画の小屋という、そこで行われます4月30日土曜日から5月6日金曜日まで、木内みどりさんのご出演の映画の作品、これがですね、もう1日3つずつ、3、6、9、12、15、18、21、21本ですか、はい、ね、途中あの上映後のトークがあったりとか、バラエティに富んでおります。こちらの方ぜひ、お越しいただきたいと思います。当日券のみだそうです。全プログラム当日券のみで、1300円、障害のある方は1000円でお入りいただけますと。でこれについては、このシネマハウス大塚、こちらのウェブサイトを、
チェックしてみていただければと思います。シネマハウス大塚で弾いていただくと、検索できると思いますので、よろしくお願いします。水野さん、これどうぞ、これについて何か。これ私 の, 連れ合いだった、はい、木内みどりが、はい、一昨年11月に亡くなりまして、まあ、本当に突然の別れだったものですから、もう全く手の打ちようもなく、まあ、本当にそれからですね、まあ、いろんな思いがこう巡るような感じってあったんですけど、やはりその彼女は亡くなる前はね、はい、非常に反原発とか、まあ、そういうことも含めて自分の信じるところに対してのアクティビストとして、はい、注目されたっていう面もあったんですけど、 そうですね、そもそもは高校1年の時に劇団四季にスカウトされたっていうのが入ったというところから始まった、まあ、芸能人であったわけで、その彼女の足跡をね、やはりもう一度見ておく必要があるだろうということで、シネマハウス大塚をやっておられる橋本さんという友人、長年の友人がですね、企画をしてこの映像祭りを、まあ、祭りというかもう本当にね、上演会みたいなものなんです、はい、それと、まあ、関連のある方に来ていただいてトークも入っておりますので、私も登場しますけど、ぜひお越しいただけたらと思います、はい、ね、小倉英二さんや小栗浩平さんなどがトークにいらっしゃるようですね、はい、日にちを繰り返しますが、4月の30日土曜日から5月の6日金曜日まで、はい、それぞれの日が11時、14時、30分、18時、11時、2時半、6時と、3回、上演がございます、各、これ全プログラム各回、がこの1300円なんでしょうか、この辺はぜひ、そうです、そうですね、はい、はい、ということになっております、ぜひお時間、合わせていただければと思います、お知らせ、まずこちらもお知らせでした、それから続きまして、みょちんさんからお知らせが2つございます、はいはい、木内みどりさん、2019年11月に、ね、亡くなって、私も反原発の集会などでよくお話を聞きました、はいはい、でまず映画のご紹介です、はい、チェルノブイリ1986、ロシア軍がウクライナに侵攻した初日の2月24日にプリチャチのチェルノブイリ原子力発電所を占拠したというのは、まさにその原発が有事の時に標的になるということを証明したことで、世界に衝撃を与えましたが、まあ、この映画はその、まあ、当然ながら作られたものなんですけれども、このチェルノブイリで1986年に起きた史上最悪の原発事故を題材にした。で、当時ウクライナはソビエト社会主義共和国に属して、この事故がソ連の崩壊の原因の一つになったということも言われております。で、この映画はですね、事故の発生から5日目に派遣されて緊急対応の様子を撮影したロシア人のプロデューサーアレクサンドル・ロドニャンスキーさんが長い間構想を温めていたそうです。で、この原発事故が日常、人々の日常をどれだけ破壊したか、ウクライナの人々ですね、原発周辺に住んでいるという視点から描いた、物語仕立てになっておりますけれども、消防士が主人公で、この消防士を含む3人の決死隊が水蒸気爆発を防ごうと想像を絶する苦難に立ち向かうシーンは実話に基づいているということです、うん、そしてダニーラ・コズロフスキーさんという方が監督なんですが、若手の気鋭の監督が、メガホンを取りました。そして主演も務めています。で、5月6日から新宿ピカデリーほか全国で、公開されるということです。まあ、本当にロシア人が
主に作った映画ですけれども、まあ、かなりこの原発に対しての批判的な視線を投入しているという感じがいたしました。はい、これチェルノブイリの名前変わっちゃうんですよね。確かに。そうですね。これを読みにしろという。そうですね。変わっちゃったら風化しちゃいますよね。はい、でもう一つ、これは今度は夜長姫という演劇ですね。はい、これはナインプロジェクトという演劇ユニットの新作です。で原作は坂口安吾の夜長姫と耳男というんですね。まあ、これはですね、耳がとても大きくて、その池から耳男と呼ばれてみんなに笑われる、そして孤独に生きてきた男の彫師、彫刻師ですねが主人公なんですが、夜長姫というお姫様と出会って、まあ、このお姫様非常に残酷な、人の死を喜ぶような残酷な姫なんですが、彼女との数奇な出会いによって、自分の孤独、内面の孤独、絶対の孤独ということを坂口安吾さんは言ってましたけれども、それを乗り越えていく姿を描いた、ということです。でこの最後に、主人公の耳男が選んだ結論を見て、おそらくこの生きづらい世の中で、苦しんでいる方々の希望の一つになるのではないかということで、このナインプロジェクト代表の渡辺和則さんは芝居にしたということです。でこのナインプロジェクトはですね、北区塚公平劇団の元メンバーの方たちで結成したもので、普段は塚さんの作品を上演することが多いんですが、今回は渡辺さんが作演出だそうです。これはですね、なんと24日まで、池袋のシアターグリーンですけれども、はい、まあ、皆さんお時間あればぜひご覧ください。はい、以上です。はい、ありがとうございました。ということで、今日も情報満載でお送りいたします。それでは、ここで一旦お知らせでございます。火消しとして生きる人のライフスタイルレディオ、レディオ火消しライブ始まります。1時間生放送でお付き合いください。それが破られちゃったんですよ。それはいとも簡単にやった、トランプがシリアの。そうです。あの時はこうびっくりして、何がどうなって、なんでみんながこうびっくりするのかっていうのはこれってことですね。そうです。だから日本ではなんかね、そこは改正法規上のね、問題はね、ほとんど話題にならなくて、だけどでその流れですいません、メール次の流れて流れてないけどいいですか。すいません、時間短いですね。1時間しかしゃべらない、そうもうっていうのだから、もう、はい、次回も楽しみに見てください。どうもありがとうございました。どうも。毎週土曜日午前11時からお送りしておりますデモクラ TV 本会議。それでは最初の話題参りましょう。日米の金利差を背景とした円安の進行が止まりません。19日の東京外国為替市場ではおよそ20年ぶりとなる128円台に到達。政府と日銀は1ヶ月で10円近く進んだ急激な円安に対し、徐々に警戒を強めているものの効果は見られません。中小企業の利益を押し下げ、家計の負担を増やす悪い円安の状況が進んでいます。現状と今後の成り行きについて考えます。東京新聞20日朝刊一面他の記事でございますが、水野さん、これについてお願いいたします。そうですね、この悪い円安と言ってるのはですね、はい、非常にまあ現在のこう短期間に起きた問題ではなくてね、はい、非常に根深い問題があると私は思っています。つまり悪い円安と今回の悪いインフレっていうのはまず表裏一体なんですね。でそれはね、さらに言えばアベノミクスから始まった時から日本経済をそのいかに景気よくするかということをやってきたわけですが、金融緩和をねやたらしてお金をいっぱい吸ったと。ところがそれが世の中に回さなかったと、回らなかったと。で銀行の金庫の中にあったということから、
景気が良くなったって言われるけど、これ実際は株が上がっただけ でしかもこれ株はですね、日銀のはじめね、その政府機関がいろいろ買い支えたということによって株は上がりましたけれど、景気は決して良く なってなかったんですね。でもう一番いけないのは、そのまず、我々その仕事をしている人たちのですね、給料が全く上がらなかった、はい、30年間もう本当に給料は上がってない。上がってないですね。で今、アジアでもですね、韓国なんかと比べても給与水準が日本の方が下になっちゃってるというような状況があると。それで日銀の、黒田さんはですね、円安というのはメリットだとずっと言ってきたわけですね。ところがこれ、それは昭和の時代でね、例えば日本が本当に生産国だった時代っていうのはメリットだったかもしれないんだけど、もう海外にほとんどの生産拠点が移ってるという中で、円安っていうのが本当にメリットなのかっていうとですね、これは非常に疑問が出てくるんですね。じゃあその円安とともに今言われてるその金利の問題で、今までずっとゼロ金利をやってきたわけですが、もうアメリカあたりが結局今回金利はもう上げていかないとえらいことになっちゃうというんで、金利上昇を始めたと。それによってですね、ドル買いにね、今どんどん移っていると。それは確かに、そうですよね。金利が安い国の通貨を持ってても、その通貨で、利子を稼ぐことはできないんですから、もうドルを買った方がいいということもある。それからウクライナの問題等々出てきて、ああいうその有事のドル高っていうことが言われる。これはもう当然、何か世の中が不安定になった時にドルで持ってた方が安全であると、さらに言えば金の方がもっと安全だとか、いろんなその人間の頭脳というのは働くわけですけど、ドルの方が円よりもはるかにいいと。でそのやはりね、一番 の根底にあるものというのは、日本の経済というものが非常に縮小しちゃってるということなんですね。でなんか元気がない、本当に景気がいいかというとそうではないという中で、私はこの日本の円安っていうのはですね、非常に根深い問題を抱えているというふうに思いますから、今金利をね、少しでも上げようというようなことを言い出してはいますけど、これも口だけであってね、なかなか実行に移ってないということですけどね。まず金利をやはり国際水準にね、上げていくということはまず絶対必要だと思いますし、やはり日本国内のね、経済、それは何かというと、やはり消費者の給料を上げていくってことしかないんですよ。そうしませんとね、昔から金は天下の回り物というね、ことわざがありますけど、お金というのは世の中を回って初めて富を生んでいくと、利益を生んでいくということになるわけで、これはタンス預金をしといてもね、一銭も増えないというのが今日本の現状であって、こんな国の通貨をね、買う人はいない。で、まして今我々の生活に直撃している問題っていうのは、食品にしろ原料にしても海外から輸入しなきゃいけないのに、日本だけがその円安に向かっていくということは、そのコストがどんどん上がっていくということですから、もうこれはダブルでね、ダブルトリプルで日本にとってはダメージが来ているということだと思います。日本の貿易赤字っていうのが慢性化している感じがしますけれども、それはやはり日本から外に出す、例えば職人さんが作ったいいものを外に出すような、そういうものづくりの力が弱まっているっていうことになるんですか？
まあ、それ今おっしゃってること非常に重要なんで、やっぱり日本にしかない技術っていうのは未だにあるんですよ。これはまあ職人的なね、技術もそうだと思いますし、ただ圧倒的に多い分量 輸出っていうのはやっぱりもっと工業製品の輸出ですけど、もう日本国内で車も非常に作ってるのは限定的な話になっちゃってるし、もうそれは産業、いわゆる工業生産物というものが日本から輸出っていうのは本当になくなって、海外で作って海外から輸出されるという状況になってますから、まあそこの事実把握がね、黒田さんがなんで分かんないのかで、私はすごく不思議なんですよ。じゃあ例えば東日本大震災やリーマンショックの時に円高になって、有事の円高ってその時は言われてたと思うんですが、それは何でか。まあ、有事の円高っていうことは言われたんですけどね、私はそれも幻想だったんじゃないかという気がしますけどね。まあ、結局日本の円っていうのは、まあ、ある意味で言うとアメリカが例えばアフガニスタンで戦争したりとかね、イラクと戦争したりとかいうような時に、それは危険がアメリカに直接的な危険があるから、そういうとこから取り、まあ、ちょっと距離を置いている日本、まあ、それはある意味で世界の動きから取り残されてるっていう部分でもあるんですが、その日本の円っていうのは比較的安全な通貨だろうというふうに思われたわけですよ。思われた時もあると。でももう今はね、そんな時代じゃないですから、もう本当に激しく経済が動いている、通貨もまあ動き回っているという中ではね、やっぱり今は円買っておいてもその金利はつかないし、もう何か意味があるのと。で、日本経済もね、発展性がないし、こんな日本の株を買ってもいいのっていうことも含めて、やっぱりちょっと日本離れがね、急速に進んでいく危険性があると思うんで、これは本当に真剣にですね、はい、国の政策としても考えていかないと、悪い円安、悪いインフレっていうのはダブルで来ているということは言えると思いますね。太田さん、この問題いかがですか。これ、この黒田総裁が言う円安がよろしいっていうのはあれでしょ、輸出の大企業が儲かればトリクルダウンで庶民にも最後は回ってくるから景気全体が上がるみたいな話だったんだけど、そんなこと起こんなかったじゃないですか。大企業が溜め込むばっかりで、でここへ来てこんだけの円安になった時に、結局庶民が燃料は上がっちゃうし、小麦使ったものは全部上がっちゃうし、なんかよくわかんない野菜まで上がってるじゃないですか、なんか止まっと思うかが、この間テレビに出てましたけど、ハウスに熱入れるじゃないですか、はい、入れますね、あれの燃料代がもう2倍ぐらい上がってる。でもうトマト農家をやめるしかないとか言ってましたけど、トマトが赤くなって農家の顔が青くなる、青くなるよく言いますよね。だからそんな状態になってる時に、この間久しぶりに見たんだけど、ミスター円の榊原さんが朝の番組で出て、昔よく僕がいた事務所にいらっしゃってて、で感じで、まあ腹は見せない人ですよね、ニコニコで。でも榊原さんが言ってたのは、でテレ朝のワイドショーなんで、朝の、あ、モーニングショーなんで、玉川さんが相当突っ込んで、その日本の経済そのものがもうやばいんじゃないかとか、力を失ってんじゃないかとかって突っ込んだんだけど、榊原さんは要はアメリカと日本の金融政策のギャップによって起こってる円安なんで、自分は決して日本の経済は、要は日本の経済は成熟期に入ったんであって、でも他の国、特にアメリカとかドイツとかフランスは 1.5 倍から2倍に1人当たりの GDP 上がってるのに、日本だけ上がってねえじゃねえかっつって突っ込むんだけど、理由は言わずに、いや
成熟に入ってって健全ですよって言い続けてたんだけど、はい、ボケたんじゃないですかね。失敗ですね。ただ坂木原さんは150円まで行くって言ってますよ。うわ、そうですね。新聞見ると130円ぐらいまでは行くと皆さんおっしゃってるけど、ね、で、あの黒田さんは来年変わるだろうと、うん、でそのタイミングで雨宮さんって言ったかな、次の総裁、おそらく、うん、で変わったタイミングで多分あの利上げに入るだろうと、でそのタイミングしかないだろうと。遅いですよ、それじゃ、うん、ね、うん、っていうのはおっしゃってましたね。いやね、ゼロ金利でねやってたにもかかわらず金を借りる人がいない、企業がいないっていうことが実は問題で、企業はねそれまで借りてた金をね返してたんですよ、どん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 、だからますます銀行の金庫の中に金が溢れちゃうという状態でね、これはもうすでにその日本の企業はその投資をするという意欲がえらく落ちて、新規投資をするという意欲がえらく落ちてたということを考えるとね、今のような坂倉さんの話っていうのは全く理解できない話になっちゃうんですよ。で、その中で僕唯一榊原さんが本気で言いたかったのはこれかなと思ったのは、はい、ただし根本的に円高が国益であるっていう考え方に根本的に考え方を変えないと日本はダメだって言ってますよ、うん、それはその通りだと思いますけどね。いや国益なんですよやっぱりね、通貨それだけ力がある国ってことですからね。円安で輸出で食っていこうって言って、うんうん、でそこに頼って何もしてないのはダメ、もうそれは昭和の話で、それこそっていうのは、ね、今は大企業もね、例えば東芝がやはりその子会社を売ろうとしてトラブルに大騒ぎになるって、で今度は日立物流をねあのファンドに売ろうとしてるっていうようなことありますよね。でやはりそのなんていうかな、日本の本当に今までの、根幹だった大企業っていうのが力をねどんどん失っていて、今世界の企業ランキングを見るとですね、アメリカのGAFAのねに準ずる会社っていうのが10位ぐらいまでほとんど独占して、日本の企業っていうのはもう10位以下のところでちょっと点在している程度しか出てこないというね、まあ、こういう問題に実はあの問題の本質があるっていうことを考えないと、日本は非常に技術力が優れている国だとか、企業の経営力が高いとかっていう妄想をね、まず捨てて、もう一度謙虚にリセットスタートしないといけないタイミングだと僕は思いますね。志尊さん、ここまでの話でね、なんとなく一つ私イメージしたのが、はい、あの筋力が落ちてるのに、カンフル打ったりとかいろいろ薬を、打って、それで体力があるようなこう幻想を持たせてやってきたけども、とうとうここまで筋肉が落ちてしまって、うん、もうボロボロになってしまったという、なんかそんな日本の像をね、想像してしまって、でこれってなんかこの10年20年ぐらいの日本の、文化的な事情、はい、この辺のなんか衰退にもすごく似てるなと。いろんなフェスティバルとかいろんな器いっぱいできたりとか、いろんなシステムはできてるんだけども、中身がなんかそれについてこないみたいな、なんかその状況とすごく近しいなと思うんですよ、いかがですか？そうですね、おっしゃる通りなんですけども、やはりその流れを見ると前世紀末の日本 の、 その経済的な勢いというのは、はい、ある意味その奇跡的なものがあったなと改めて振り返ることがあるんですけども、文化的な衰退もそうですけど、やっぱり経済的な植民地になっていくんじゃないかって恐れてる若い人多いと思います、はい、でその中でもこう先ほど成熟したあの経済と小田先生もおっしゃってましたけども、ある意味その本当にそういう経済っていう価値よりも、もう違う価値観で生きている若者も私の世代も多いので、どうしてもそのまあ他人事のように受け身でしかこのなんか問題を感じられないところもあるんですけども、
一つだけちょっとミクロな話をさせてもらうと、少しその国という単位ではなくてグローバルな意味で言うと、私もコロナ中に海外の方にその大和言葉とか神道をお伝えするっていう仕事が来たんですよ、はい、で外貨で払われますので、その分はこういう外貨を日本にいながらその振り込まれるみたいなペイパルですけど、はい、なんかそういう体験をして、なんかグローバル経済っていうのがもう個人にも来ている気がしたので、なかなかそのリスク回避とか、じゃあ円安時代に対してどう対応していこうかっていうのは人それぞれあると思うんですけども、そういう海外と直接仕事をするっていうのがありますよっていうミクロのちょっと話をさせていただきました。はい、だもう個人レベルでもそういう話が今どんどん実は起きてるわけですから、これ実際金さん、この先日本どうなっていくんですかね、こういうところから見ていくと。だから今もね、お話人さんの話も、あと若い人たちがね、そうやはりその円安の意味っていうのはあんまり分かってない、つまり海外に出てく人たちっていうのはすごい減ってるんですよね。そうするとなんか生活実感の中で円が安いからってことはあんまり感じない。ただ値段、いろんな食べ物やなんかの価格だけが上がっていくという現象になって初めて、なぜなんでだろうって思うようなとこあると思うんですよ。で今まで株が、例えば日本の株が上がってる上がってるって言ってる時もドルで見るとですね、ドルその間に円が下がってきてますから決して上がってないんですよ。ほとんどフラットなんです株も、はい、でね、我々はやはりそのガラパゴスってよく言われますけどね、日本というのは本当そういう知的精神的なガラパゴスっていうのがすごくあって、日本だけで日本が全て天下であるみたいなね、考え方っていうのが依然あるんじゃないかと思うんですよ。だからやはりね、もっと国際的なね視点で世の中っていうのはどう動いてるのかって言わないと、世の中は日本だけではないということで世界なんだっていうことをやっぱりもっと自覚するタイミングだと思うんですよ。でコロナの問題もまさにそうなんですね、はい、日本だけで、あるいは中国がね完全にゼロコロナって言ったところで、それはもうありえない話であって、世界にこう全部ネットワークが広がって瞬時にコロナの感染が拡大するっていうようなものはになってきているってことは、これはコロナの問題だけじゃなくて、こういう金融の問題もそうだし、戦争の問題もそうだし、もう全てが世界同時多発になっていく時代っていうことを理解しないとね、本当に物事の判断遅れていっちゃうと思います ね、まあ、ね、例えば食料の問題でも日本は食料自給率がひどく低くて、で海外からの輸入品で頼っているわけですけれども、やっぱり一方戦争になったり有事になったり、まあ、なることはないとは思いますけれども、そういうことも含めて食の安全保障というのを国内でしっかりやって、やっぱり国内の生産力を高めてっていう、そういうことも同時にやっていかないと非常に日常生活自体も困ることになりますよね。よく言われる円安で原材料費が上がっても価格に転嫁できない、でその分人件費とかを抑えてって言われるじゃないですか。だから日本の物価は安すぎる、はい、僕はビッグマック指数って大好きなんですけど、で今日本33位なんですよ。で32位がポーランドで、34位がガテマラなんだけど、そのレベルですね。なんちゃって、で今最下位がロシアなんだけど、ね、50位大きなハンバーガーのビッグマックの価格を国際比較してね、ロシアは200円ですると200いくらなんだけど、実際中国あたりに旅行してもね、あれですよ、昼のラーメンとかね、まあ、そういうおそばとかそういうものの値段で比較しても、彼ら1000円ぐらいの昼を
平気で食べてるわけです。あのまあこれはビジネス街ではありますけどね、はい、もう逆に言うと2000円ぐらいのものでも平気で食べる。日本で2000円のラーメンなんか売ったらね、誰が買うんだって話になっちゃうと思うんで、なんかねどうもその辺の価格感がおかしいなって私も前から思ってたんですよ。でまあ実際それがね今あの逆に言うともう我々自身にその問題が突きつけられちゃって、やっぱり日本はね全て安すぎるっていうことが分かってきて、だけど安すぎて問題だっていうのはやっぱり給与が上がってないっていうことなんで、まず給与をねあの上げるということが全ての原点なんですよ。でまあ今回も、ね、あの連合と、岸田さんがあのなんとかね給料上げてもらおうっていう話をしてますけど、そんなレベルの話ではなくて、もっと根本的に日本の経済を改革するにはその仕組みっていうか全体構造をね変えていかない限り、局部的に円が安いからいけないとかインフレがどうのって言ってる問題ではないということだと思います。やっぱりねアベノミクスに全ての原点があるんじゃないかな、問題のね思いますよ。なんかこう輸出で成り立ってる国だっていう幻想がものすごくあって、うん、でも少子化してるって言っても1億人いるん で、うん、で内需の国なんですね実はね、うん、だから内需を上げて経済を回していくっていう、ね、本当はそっちが正しいんだろうけど、うん、アベノミクスでそれがどんどん下がってるわけですからね。内需もなくなっちゃって、うん、でさっきおっしゃった食料自給率がもうとんでもないことになってるので、はい、うん、買えなくなってますよね。まあ思い返すとね80年代90年代円高っていうのはものすごく叫べて、もう毎週毎週円の値段がどんどん上がっていって、もう90円台まで突入したんで、そんな頃ありましたけども、あの頃は考えてみると、ちょっとスーパーの中に外国の製品とかいろいろ入ってきて、実は急に海外というのが我々にとって身近になった時だったと思うんですね、うん、で一方今インターネットとか、まあ、SNS とかでね、世界は ものすごく身近になったはずなのに、実際に手にしようとすると高いなと、これだったら国産のこっちの方がっていう風になっちゃって、いつの間にか、海外というものが我々にとって縁遠いものになってしまっている。本当はだからそこを我々の給料が上がっていれば克服して、高いものでも、あ、じゃあこれはあのポーランド産のピクルスだなとか、これはねメキシコ産のなんとかだなっていうふうに気軽に買えるんでしょうけども、アベノミクスの、政策のおかげで我々どん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 世界から取り残されているというか、海外に触れたくても触れないような状況にどうも追い込まれているようなこと。こんな時に海外から情報も取れない、個人個人がね、で見せられない SNS 経由の情報ですよ、実態を手にしないっていうのはやっぱりこれはねすごいピンチだと思うんですよね。だからこの円安の状況、円安と、給与が上がらないというこの状況、これがセットになっているという状況が、まあ例えば今の若い子どもたち、まあ、うちにも大学生の子が一人おりますが、こういう人間の将来の国際感覚なんかにどういう後を残すかという、これを考えるとやっぱりそこに手を打たないと日本の未来はねえぞというのが私の意見でございます。はい、それでは2つ目の話題に参りたいと思います。ロシアでございます。ロシアのウクライナ侵攻を受け、政府と自民党は防衛費の大幅増を目指しています。自民党安全保障調査会は敵基地攻撃能力を反撃能力と改め、攻撃対象に司令部など指揮統制機能などを追加、さらに現在の国内総生産 GDP 比 1% 程度から 2% へ引き上げる提言案をまとめました。これが実現すれば日本の防衛費はアメリカ中国に次ぐ規模となり、憲法が掲げる平和主義の理念が一層形骸化することが懸念されます。ウクライナ問題をきっかけに武力による現状変更の懸念が
世界各地に広がり、日本以外でも軍事費を増やす国が相次いでいます。軍産複合体は特需を迎えるのでしょうか。東京新聞9日朝刊一面でございます。戦争が起きると必ずにっこりするやつがいるわけでございます。なんとなくそういう人間が現れてきたのかなと思うんですが、まず明智さん、この件についてはいかがですか。そうですね、でやっぱり一番気になったのはその防衛費をですね倍増するというところで、ただでさえですね医療福祉、この COVID 問題で、逼迫している中でこういうことを打ち出してきたっていうこと自体がもう市民の生活を何にも考えてないんじゃないかと驚きますよね。でこの GDP 比 2% っていうのはこれ NATO ですね、北大西条約機構の対国内総生産 GDP 比 2% 以上の目標、これを念頭にしているということは、じゃあ日本も NATO の準加盟国になるんですかというふうにもう叫びたい感じですよね。そうではないはずですよね。でこういうことをこの機会に乗じてどんどんやってきてしまうことは何としても反対の声を上げていかないし、これについては公明党の山口那津代表も困難だというふうに言ってるぐらいですから、まずは国民市民が声を上げていかないといけないと。あそうですか、こんなになって大変ねじゃなくてですね、やはり反対の声を上げていくことが必要だと思います。はい、水野さんいかがでしょうか。そうですね、GDP 比 2% っていうのはどれくらいなのかって皆さんなんかあんまピンとこないかもしれないんだけど、それをすると今現在世界9位だった日本がですね、まあ、これは軍備のですね、まあ、いわゆる軍事支出がランキングで、まあ、1位がアメリカ、2位中国っていう、3位インドっていうのは、まあ、ランキングがあるわけですけど、そのランキングの中で、ドイツフランスよりも下であった日本が一気に3位にまで上昇するということなんですね。で、まあ、これまあ、まさにその防衛費がある程度、必要だと、これまあウクライナ侵攻を理由にですね、まあ、言うのは分かるんですけど、一気にそこまで、上げるっていうのはね、なんか火事場泥棒みたいなねものであって、もう全然理由がないんですよ。で何をどう上げるかということではなくて、まず枠を確保しちゃって、うん、使うものはそれから考えればいいじゃないかというものが見え見えの感じするんですね。だから私はやっぱり軍、まあ、こういう防衛っていうことが必要ないとは言わないけど、まあ、やはり相当日本は独自のその戦争に対して平和感、憲法、そういうものを持ってる国なんだから、単にそのランキング上どうのこうのというんではない、日本の本当の防衛っていうものはどういうものなのかっていうのをね、もう一度問い直すぐらいのやはりステップを踏みながら慎重に増やしていくということがないと、まあ、結局武器を持てば丸腰ではない国になればね、それは向こうが攻撃をする理由っていうのはもういくらでも立ってしまうわけで、もうすでにそういう意味では日本の軍事力っていうのは相当上まで来てることも事実ですから、中途半端にねそこでさらに積みまして、日本を目立って日本を叩こうっていうようなことにならないようにね、することの方が日本の知恵だと思いますね。平和憲法っていうのもそういう面ではすごく役に立ってる、はい、まああれですね、宍戸さんが神主さんの尺を持ってるようなもんでね、やっぱりこれによってこの人は攻撃してはいけない人だっていうね感じっていうのはすごく重要なことで、日本はねそれを今金繰り捨てようとしてるって感じがすごくする。でしかもウクライナの話でね、これを理由にもう今まで北朝鮮だって言ってたわけですけど、それにウクライナが加わってですね、これチャンスとばかりにね、
なんかすごくはしゃぎまくってるっていう感じがしてちょっと怖いですね。例えばそのウクライナの問題で各国欧米は武器の提供をしてるかもしれない、で日本はそれができない、それを可能にしてしまうという危険性も考えられますよね、このことで、うん、その武器を日本が、戦争のための武器を他国に提供するという事態になったら、もうその平和憲法はもともとねもう崩れてると言われてますけれども、まさに骨抜きになってしまうという大事な局面だと思います。お父さんいかがでしょう。水野さんがおっしゃった火事場泥棒、はい、今日の6項目すべてキーワードは火事場泥棒だと思うんですよ。で、ま、一つは敵基地攻撃を名前を変えて反撃能力にするっていう、こう小手先のこればっかりじゃないですか。そう自民党政権さんはもうまたこれかよっていう感じなのと、あとウクライナの悲惨な状況を目の前にしたときに、外交で国民の命が失われないようにするのが政治だっていう人、はいはい、タイプの人と、はい、日本も軍備を持たなく強くしなきゃダメだっていうタイプの2種類いるとしたら、はい、我々が選ばなきゃいけない政治家はどっちなんですかと。で、日本はもう最大の無差別攻撃を受けたわけですよね、原爆っていう形で。で、それによって世界中が反省して、で理想の憲法を日本に持たせたわけですよね、ある意味。で、救助は石原内閣が自ら言い出したっていう話ですけどね。で、それだけの憲法を持ってる国がこんなね拳振り上げてっていうのは、結局その歴史的な経緯と日本の平和憲法そのものを何も理解してないっていう人たちなのかなと。ただおっかねえなと思うのは、ブチャのね、残虐な、はい、今あれなんか集中攻撃されてる、何ポリだっけ、マリオポリで、すごいこと言われてますよね。なんか3000人とか虐殺されてどうも埋められてるみたいな話になってますけど、あれに対するロシアの言い訳聞いてると、南京大虐殺はなかったって言ってる人と同じロジックで言い訳してますよね。で、その南京大虐殺はなかったとかって言ってる人たちが結局今回拳振り上げて核共有だの防衛費倍増とかって言ってるわけじゃないですか。そのことの意味ってもっと日本人は本気で考えて見た方がいいのかなと思います。静さん、これいかがでしょう。この件については、もともと日本の神話の始まりの中で、国海というイザナギとイザナミ の神様 の国土を生んでいくシーンがあるんですけども、矛を差し入れて国を生んでいるので、日本人はそういう勇ましい心があるっていうような深層心理を指摘する方もいらっしゃるんですけども、それだけにこう荒御霊と賑御霊といってこう争いが起きないように平和の仕組みっていうのは常に考えてみんなでこう話し合いをしたり、それこそ天皇制も平和のための仕組みだったっていうふうな見方もあると思いますので、はい、どうしてもその日本人も世界の人も同じですけど、自分の心であるとかその社会の中にその戦争の火種がないように、その恩衆を乗り越えて許し合えるようにっていう気持ちは必要だと思うんですけども、現状こういう
いくら私たちが話し合っても特別会計一般会計とかいろいろ仕組みがあるとは思うんですけども、こういうあのまあ防衛費が増えるあのっていうことに対してプロセスに参加できている感じは一切してないんですけども、あの少しちょっと今日離れした話ですけども、やはりその日本は今現状その世界の平和の特区のような立ち位置にあると思っています。それはあの憲法のおかげでもあると思います。なのでその期間にやっぱり我々も意識してこうあの日本のブランディングをして平和な国であると、で世界もそれを一緒にやりましょうと、そういう本当にあの努力をしてるかどうかと自分でも考えると、もう少し思い切ってその原爆も体験し、まあ、終戦も体験し、いろんな歴史を体験して世界にこの平和の架け橋、平和の道具となるっていうことをもっと自分でやれたんじゃないかと思ってですね、まあ、いろんな宗派もあると思うんで、あのいろんな宗教とか民族を超えて、まあ、世界の人と考えなくちゃいけないと思うんですけど、ちょっとやっぱりあの先ほど水野先生おっしゃっていたその今この不景気な状況で子ども食堂なんかやっても大変な貧困の中に生きている方もいらっしゃって、そこでその世界3位のあのまあ軍事大国になる必要があるのかっていうのは素直にあの思いますよね。でもそれは本当にあの答え出ないですけど、ちょっと私も祈るしかないような気持ちですね。はいはい、今日あの長州新聞が流れてきて、ネットのそのタイトル見てぶっ飛んだんだけど、はい、戦闘長期化を喜ぶ放火魔っていうタイトルお前なんて長州新聞頑張るなと思ったんだけど、でただこれだけやばい、それこそ平和憲法骨抜きになるようなことを自民党の安保調査会が言ってるのに対して野党がなんかもごもごしてて、まあ、あの C さんは言ってるけど、なんかもごもごしてるじゃないですか。できっとあの野党は反対ばかりっていうのでこの間の衆院選負けたのがものすごい効いちゃってんじゃないのかなと思っていて、だからこんなことにさえも反対できない、で維新だの国民だのがこっち行っちゃってるわけじゃないですか。だからそれこそね体制翼賛会じゃないけど、はい、なんかもう止められる要素が何もなくなっちゃってるのかなっていうのが、本当はこれなんか、はい、次の参院選のものすごい争点にならなきゃいけないのに、なんか野党はこれにさえ反対すると反対ばかりって言われるので尻込みしてるんじゃねえかみたいな勘ぐっちゃいますよね。一旦ここでちょっとお知らせを挟みまして、この話題もうちょっと続けますね。カワウソくん、丁寧に洗うんだよ。手洗いキュキュキュ、東京新聞。ホットウェブで検索。こんばんは、内田誠です。こんばんは、内田誠です。アロハ内田です。うちのデモクラジオ、今日も、午後8時から12時までの2時間、お付き合いください。ゲストをお迎えしております。アーサー・ビナードさんです。トマラキコさんです。よろしくお願いします。よろしくご一緒に2時間をお過ごしくださいませ。東京新聞は家計に優しいって聞いたけど、カッパ君は浮いたお金でハワイからお取り寄せしたんだって。ハワイ。ちょっと。家計に優しく東京新聞。お申し込みはこちら。毎週土曜日午前11時からお送りしておりますデモクラ TV 本会議、先ほどの日本の軍事費に関するニュースもうちょっと続けたいと思います。水野さん、これ単純になんかそういう世界的な情勢で、何かこう
軍事費を上げなきゃいけないというのは、まあ建前でこう言ってきてるんでしょうけども、実際のところは私はもうだからこのきな臭くなった時に、ああこれまた誰かががっぽり儲ける機会を作ろうと思って何か動いてんじゃないかなというのをなんとなくこうクスクスと思ってたんですが、実際この辺りいかがでしょう。これね、あの東京新聞の4月14日にね、非常に重要な記事がありまして、はい、肥大化する軍産複合体っていう特集なんですよ。でね、ここは実は非常に重要な、なんていうか、ヒントに、になるんですが、はい、その中にね、ちょっとこういう文章があるんで読ませていただきますと、英国のエセックス大学のピーター・ブルーム、経営学教授は3月、はい、ニュースサイトカンバセーションの分析記事を掲載した。でこれらの武器供与を支える巨大な軍事産業がロシア、ウクライナの双方にですね、計5000億ドル、つまり 62.5 兆円分の武器を供給し、かなりの利益を得そうだって書いたんですよ。でもこれがもうまさにヒントでして、はい、あのどこが どことけんあの戦争しようが関係ないんですよ。そういうことですね。もうともかくその、火事が起きれば、もうそれはもうどん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 あの彼らの収入になっていくわけで、ことを起こすキャンペーンが必要ですから、なんかね、展示会み今やウクライナっていうのはその軍産、軍複合体のまさに展示会みたいな状況になってて、ソ連はね、ソ連で新しいその武器を出してくると、そうするとそれに対してウクライナは NATO からそういう供与を受けて、あのそれに対抗するというようなことで、あすごいなと、最近の、武器はね、なんか土の中潜ってって爆発する機械ができたり、もうその、まあ、例えばミサイルもね、携帯用ミサイルで担いでって撃てるミサイルができたりというのをね、まさにショールームのようなもんでキャンペーンしてんじゃないかっていうような映像付きでね、しかもね、感じなんですよ。つまりどこがどこと戦争しようが、結局儲かるのはこの軍産複合体、ここが儲かるということであって、そのキャンペーンのためにね、もう全然罪もない市民が殺されて、でその数が増えれば増えるほど効果があるという、もう全く愚かなねことを今あのウクライナという舞台でやられているという感じがしますよね。でまたそれを見てですね、ああうちもあの軍備をね拡大しないとやられるっていうふうに言うことっていうのをね、これまあまあ、結局そういうアメリカやなんかのにそのメーカーとかそういうものあるんですけど、でもそれは単なアメリカの企業ではなくて、やっぱりまあ大きな巨大なユダヤ資本に支えられているシンジケートだと思いますけど、そういうものがね、やはりあの儲かるだけであって、結局そのツケは全部あの一般市民に国民にかかってくるということを、そろそろ何らかの形で気づいていかないとね、もうちょっとあんまりあの人間というのは結局地球で長いこと生かされて